よいよ終盤のラスト1週間です。その時に流れる曲がビートです。はい、さあ検索する、心も体を戻らせながら、あなたの感覚もゲットアップ。さあ行けるから、会場の皆さんもテレビ視聴者と共に。続いてのチームは宇都宮ブリッツェン。今大会出場選手はこの5名です。谷純生、花田清沙、竹山浩介、本田春日、菅野愛奈。それでは代表の方1名から意気込みをいただきたいと思います。はい、皆さんこんにちは。栃木県宇都宮市からやってきました宇都宮ブリッツェンです。僕はこの2018年広島クリエイティビウムが始まった時にはビクトール広島で走っていました。広島で勝つという目標を今日達成するために帰ってきたので、僕らカープと同じ色なんで広島の皆さんが熱く盛り上がるような走りをみんなでしてきますので応援よろしくお願いします。ありがとうございます。それでは元選手に参りたいと思います。カープと同じ赤い色ということでね、覚えていただきやすいかなと思います。そうですね、大量じゃないにしても見られる。染めるのに今だいダメだよね。はい、そう。毛も髪の毛伸びて、あ、競輪学校でしか坊主なくなったのね。この後広島クリテリウムがスタートとなります。竹山選手、広島、2日目ですが今の心境をお願いします。はい、昨日に関しては逃げにチームからも送り込みつつも、あまりにも大きい大集団でちょっと結果的には後手を踏んでしまう形になってしまったので、今日に関してはしっかり勝負できる谷さんを軸に勝負できる逃げを形成させるということを意識して、この暑さなのでかなり集団全体消耗気味なすごくハードなレースにはなると思うんですけど、そこから動いて力で飛び出していくような逃げに谷さんを送り込みつつ、自分もそこにうまく乗っていきながら小集団での勝負で、挑んでいきたいと思っています。どんなレースになると予想してますか？そうですね、この暑さっていうのが本当多分キーにはなってくると思っていて、この暑さゆえに思った以上に動けなくなってくる、なかなか回数動けないっていうのはもうどの選手も一緒にはなってくると思うので、あまり景気よく動きすぎると失速してしまいますし、まだまだ逃げが決まんないかな、これもっと先だよなと思ってたところがあっけなく決まっちゃったりとか、でそして消耗してるから逃げも集団も割と崩れてしまったりとかっていう感じで、いろんなパターンが本当に予想されるので、そこに関してはもう本当レースの雰囲気流れを見ていきながら、どのチームどの選手の動きが主要に主要どころの展開を作っていくかっていうのを見極めつつ、しっかりそこにこぼれないようにしながら勝負できる選手を送り込んでっていうのをしっかり意識してうまく立ち回っていきたいと思っています。ブリッツェの勝利期待しています。頑張ります。広島のメガネ男子、熱い拍手をよろしく。さあ続いていきましょう。地元広島出身165番中村圭介。さあということで、オフィシャルのホームチームであります、ビクトール広島の選手をご紹介させていただきました。スタートしました。2024準決広島トヨタ広島クリテリウム。1.7km 30周、51km の熱いバトルのスタートです。
さあ先頭集団で1人飛び出しました。タフですよね、あれだけのレースをね。広島クリテリウムが終わりました。谷客さん、今日のリザルト6位という成績でした。今日のレース振り返っていかがでしたでしょうか。本来であれば本春海選手も来て走る予定だったんですけども、ちょっと今回来れなくなって、スプリンターなしの戦いになったんですけど、昨日僕と竹山選手がやはり前の逃げに入れなくて、チームとして後手を踏んで昨日は何もできなかったってところだったので、それを選手みんなで話し合って反省して、今日は僕と竹山選手をしっかり前に入れて、最後自分で勝負しようという話でスタートしたんですけども、序盤からかなり暑さもあったり、あと有力選手が動いてたことで、もう集団がかなり伸びていて、力でこれは決まるなということで最初からプッシュした結果、やはり強いメンバーで逃げが決まって、そこからは常に竹山選手と話をしてうまく2人で進めていったんですけど、竹山選手が終盤しっかりとアタックに反応して自分がスプリントに備えるということができたんですけど、最後スプリントで自分が力を及ばず負けてしまったので、最後の結果が、得られなかったので、そこが残念ではあったんですけど、しっかりと昨日の反省を生かして修正できたので、今回クリテリウムしっかり戦えたというのは一つ収穫だったと思います。スプリンターが最終ファイナルレップラップでひしめく中、クライマーの谷選手が挑みました。実際にスプリントを臨んでみてどんな感じでした？そうですね、なかなかこういうクリテリウムでスプリントを選ぶということがなかったので、今回初めてやってみたんですけど、やっぱりうまくいかないなというところと、うまくやればもう少し順位を上げれるかなというのは感じたので、また今回これを反省を生かして、次同じシチュエーションでもっと上の順位、さらには優勝を取れるようにまた鍛えていきたいと思ってます。はい、では次のレース期待してます。ありがとうございます。